どうもロシェルです。またコントローラーさんとして、一応ね、前回のパートナーとまあ同じ日に撮ってるんだけど、まあちょっち動画見返してきたら、1階2階のトイレは調べてるっぽいんだけど、3階調べてないかな。3階4、うん、4階なかったんか。ちょっと3階見てこようか。動画外で1時間くらいさまよってました。3階鍵持ってなかったから来てないもんね。どっかにアンモニア臭がするとかでさ、入れてもいい気がするんだけどな。なぜアンモニア臭にこだわるのか教えてよ。どんだけ好きなんだよっていうね。あ、喉痛い。コーヒーがもうねえよ。デッキブラシ、デッキブラシ、デッキブラシってあれ、先っぽが緑のやつを。懐かしいね。何お前温泉検索始めてんの。てか何でお前電源ついてんの。びっくりした。実況なのに黙っちゃったよ。あれだな。最近ね、話すことがない。何かインクアウトしてんの。あ、焦った。いきなりフリーズしたかと思った。お、ね、これ大きく札とかがいる。豪気かな。豪気の背中に書いてあるのは天ですね。殺意の波動に目覚めた竜だ。殺意は滅ですね。水とブラシのようなもので見分けば落ちそうだ。記録。はーい。あれ消せない。あ、ん、自動使用じゃなかったの。はーい、磨きます。デッキブラシなんて汚いけどこんなの見たくないし。あ、やっぱりあれだよ、よく学校のトイレにある緑色のあれだね。見つけて宿直室、音楽室、倉庫、少女、一子、はい、1マイナス C。あ、あー、はいはい、1の4ね、 C で4ね。あー、はいはい、単純な謎でいいですね。あ、人形のパーツか。ん、人形のパーツだと足りなくない。ちょっと待って、こういう時はこう覚えるのめんどくさいんで、ちょっとね、こう手元にあるスマホでこうやって、あ、ピントが合わねえ。 OK。 OK。さすがゆとり世代、こんなこともめんどくさがる。どこなんの。あ、体育館の横って書いてあったよね。音楽室、鍵持ってねえよな。音楽室の担当誰やねん。ここ何階。あ、ここ3階だわ。え、う、うん、あ、音楽室の担当って誰。宿直室って文字なかったよね。鍵あるけどそもそも出られるのかしら。あ、これであれだ、あの穴からいけるフラグが立ったんじゃね、保健室の。多分これで保健室フラグ立ったでしょう。これで進めんじゃない。え、ドヤ顔した自分が恥ずかしい。開かないよね。わっほい、なんか楽しそうな悲鳴なんですけど。えっ、たぶん直人くん、直人くん。おお、びっくりした。逃げ切ったと思ったら、え、ちょっと、落ち着け、落ち着け、俺。オッケー。ちょっと焦ったよ。焦ってないでしょうか。ナオトかな。ナオトだよね、確か。一応さっき動画確認してきたんだけど。さっきこうぶち破ってきてね、おっしゃ、いたよ。待て。セーブは各フォルダーに。セーブ頻度が細かいですね。まあ、戻し作業だるいですしね。宿直室と、携帯起動しとこう。宿直室、宿直室の松っていう字みたいなやつ、松っていうか なんだっけあれ、末みたいな字のやつ。松も末も同じ字ですね。水道なんて言えばいいのあれ。音楽室の鍵が必要なのね。
ここまでを散歩してた。光やってもこっちの存在を知らせるのもだし、音でおびき寄せる。あ、はいはいはい。火薬じゃないんだ。音で宿直室がここで。いやーでも一部屋ずつ調べておきたいよね、一箇所ずつ。あ、やべ、あーまあいいか、どうせ制限あるし。そうか、この部屋利用すれば。はいはいはい。音はすら、あー火薬。学校で大爆発みたいなね。なるほど、すぐに入れて。しかもあいつも妙気を。確率は絶対にありません。骨だぜ。あくまでその場しのぎとか、まあまあそうだね。学校の壁って割とすん、壁、まあ壁もそうだけどさ、意外にね。数秒後に、え？随分と都合がいい。それは言っちゃいけない。ちょっと待て。投げ込んだぞ、あの音は。火をつけてポンつって。3人はここにいてくれ。これより先は、俺一人で行う。死んだらこいつ。おう。早い！さらばだ。おい、ぐるこの骨絶対やばいよ。うまくいったみたいな。しました。その場でしか、おっと。俺が行くからここで見合っていてくれ。正直、女だけど。心配しないで。こんな状況になればわがままなんて言えません。すまん、すぐに戻ってくる。むっちゃ体当たりしてるじゃないですか。やだー、一人やだー。まあ、コークスパーティーだと死にますよね。つけて、音楽室、宿直、し、ん？ロシェルがホラゲー強い理由って、初見でコークスパーティーやって、むっちゃ怖くて、軽くトラウマレベルになっていて、他のホラゲーに対してかなりの耐性ついたみたいですよ。あ、取れないな、椅子を持って、何かの上やってるみたいな。デッキブラシがない。え、あ、足音まずいな、どっかに来るよ。待てい、三択、あえてこの中。ああワンクッション置かせ。直でやられましたね。オッケー、ちょっと今のマジで怖かったな。どっか行けそうな気がすんな。これナオトかな、王子先生かな。背中に刺し傷があるから先生じゃないですかね。オフ、そこにいたらもうアウトと。どっか大丈夫でしょう。オッケー、うそ、顔ないでしょ。ああ、はい。メタギアでもサイコブレイクだ。あ、焦ったよ。どこいてもセーフだったっぽいね、今の隠れれば。間一発だったな。え？うわあ、なんでだよ。また来た。え、待って、意味がわからない。え？机の下とか絶対そこバレるでしょう。普通に見えそうですしね。あ、終わった。だよね。うん。え？どういうこと？ 2 回隠れろってこと？それくらいしかなさそうですね。これでベッドの下隠れたら2回隠れるってことだよね。ベッドの下とか超定番や。定番すぎてやられそうな気が。充電がもったいない。今何パー？あ、80パーか。オッケー。ただいま時刻11時です。ああ、ダメなんだ。ロッカー隠れて、もう一回ロッカー一回隠れる、その後セーブしよう。2回ロッカー行けない気がするな。
さすがに2回は厳しそうですよね。見てるって顔がないでしょ。バイオ6だ。なんかこんなのあったなって。バイオ6確かなんかこんなどっかジェイク編であったよね。ボックスに隠れるやつでも3回ぐらい隠れるとさ殺されたよね。うっさなくのイベントですね。あ、メニュー開けねえ。え、嘘。なえるんだけど。わからんね。しかもこのイベント地味に投げんだよね。モンスト始めるぞ。サモンズ始めるぞ。オラージュ出てむっちゃテンション上がっとんじゃん。こっちはこれで3体目や。早期1ヶ月未満がむっちゃ出してるよ。エクレールフォ、ん？フォンセあのパッケージで出して、エクレール確定で出して、でこの間オラージュ出したからもうむっちゃテンション上がってるからね。今サモンズボードがマイブームらしいですよ。ベッドの下とりあえず。あれ、ナオトとオギ先生交互に来た。え、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘。奇跡の運だよ。まさか2階ロッカー。なんか数学でこんなのやったよ。こんななんか3パターンのなんか割合の出し方だっけが、パーセンテージの、そんなようなのやった気がするぞ。こんなんで、あれ、なんでキャップついてんのあそこ。まあいいや、だけーマジで頭ないわけじゃん。お、音、体温、何を感じてるの。トレマーズ的なあれですか。トレマーズってもはや人外じゃん。ロッカー、ロッカーはないと予想して、机他隠れる場所ないもんね。まさか洗面台の下に行ける。あー、そこの下になんか本棚あった。そういや、よく見たら、あ、おお、溜まってんだな、ストレス。ストレス溜まってもロッカーに体当たりするやつ見たことないよ。おお、あ、同じやつだったんだ。ぬいぐるみの左手。家庭科室、家庭科室は書いてないぞ。はぶられちゃった。みんないないんでしょ。青鬼を思い出しますね。しかも水抜けから。え、主人公こいつなの。まさか、あれ、みんないたの。足音聞こえて中庭の方に逃げたんだ。ほう、うん、ぬいぐるみの腕ってことは1の4はもう取ったからいいとして、あ、オンラインだった。うさたんが久しぶりに見たわ。少女とかについてた赤バスって何なんですかね。なんだっけ、何拾った。4階のなんか家庭科室の鍵って書いてあるな。家庭科室あったんだ。うちの学、あ、あるな、そういや。あんまね、定時だから使わないよね。4階だよね、なんか全部まとめてあったから。で、もう左が、左から、4分の3ばっくれてたでしょ。科学、ここが理科室だから奥図書室か。じゃあこっちの方。あ、よかった。トリマセーブ、1回。特に何もないかな。まあ、こういう、え、水道あるか。3の4の鍵。先生ちゃんと鍵閉まってよ。3の4の3マイナス C って書いてあるの。3の4、左から1、2、3、4って書いてある。待て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 。
やべえだろ今。あいつとかなんか欲しかったのあった、気のせいか。画面汚れだ。楽譜音符が3つ。ラミラ、ラミラって書いてある。そしてこれはパソコンの絵。ラミラ先生にパソコン。扇だからそもそも違うよね。ラミラ、え、ラミラ先生、ラミラ先生って外人の先生かな。ラミラ、ん、何か今左にいたような気がしたが気のせいか。誰、幼女だ。怨念を呼び寄せてしまった。いつ襲ってくるかわかんない、気をつけて。それと真実を知り元気を絶つ。これから目をそらさないで。そう、俺見直したんだけど、これさ人形じゃね。さっき見えた人影と違う。うちはさっきの人影、ああ誰かいたんだ。何か違和感がなかった。違和感、そう、あのね、あの自分の動画一本一から見直したんだよ。アップロードしたやつも全部パソコンに入ってるから。あの包丁には血がついてなかったっていうのがもうまさかのここに来てフラグ。え、ちょっと待って、どこ移動したんだっけ。あ、2階の職員室か。名水入りの怨念呼び出してしまったって、何その呪音的なあれなのこれ。まあいいや、真実から目を背けないね。ラミラなんかいたか。ラミラ、ラミラいないですよね。細川、徳川、石田、ラミラ先生いねえだろ、そんな名前。しらみつぶしで当てるつもりだよ。ああ、ラミラキーボードで見るとアルファベット、おの。なるほどね。ああなるほどね。やべえ、超消去法でやったんだけどな。確かに ONO だわ。まあどれも持っていこう。あ、それでパソコン室ね。4階の鍵、1の2の鍵、ピアノの楽。1の2は書いてないね。やべえな、音楽室行きたくねえぞ。え、電話、ちょっと待って、セーブしたっけ。俺セーブしてないよ。即死系フラグじゃなかったらいいな。電話出た。鍵がかかってるんかい。絶対出ちゃいけない。今から行くよとか、お前は全てを知らなければいけないとかでしょ。両方別のゲームのセリフじゃん。はい、はい、すいません、もっとはっきりとして、ちょっと待ってね。確かに聞き取りにくいですよね。もっとはっきり言ってください。すいません、飽きた、飽きれた、飽きられた。なんだ、空気が異様じゃない。そう言われてみれば確かに嫌な感じがする。私もその気がします。やべえ、火薬使っちゃったよ。張り手、おねえ。クリスなんたらさん、マツコウンさん、いや絶対にか。おお、よかった、セーブ。襲ってきます。一定時間、嘘でしょ。このゲームで逃げるって結構むずいんだけど。どっちから来る、どっちから来る。角は絶対いけない。敵が表示されないって怖いですよね。一定時間逃げてくださいでしょ。これ多分 FPS とかじゃねえから音はあんまり関係ない気がする。え、はい、What? なぜに英語。何から逃げるの。立ち止まっちゃいけない系、一筆書き的なやつ。とりあえず、あ、この声が近づい、が近づ、笑い声が近づい聞こえたら近くにいるってことなんじゃないかな。あ、多分そういうことだと思う。うるせえ。いたわ、普通にいるわ。これ大回りしてれば当たんないんじゃねえ説。え、普通にいたわ。普通にいたね。はい、ちょうどいいんでパート振りたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 またお会いしましょう。バイバイ。